王説では、巡回富豪の生成行列とパリティ検査行列を勉強していきます。ちょっと説の名前で書くの忘れましたけど、パリティ検査多項式っていうのも勉強していきます。前の説で巡回符号は、生成多項式を用いて、その生成多項式の積多項式に倍多項式になる多項式集合として、符号空間をコンパクトに表現することができるということを勉強したんですけれど、巡回符号は生線形符号でもあるので、その線形符号の特徴である生成行列と、特徴というか、表現方法である生成行列とパリティ検査行列っていうのがどういう構造をしているのかっていうのをこの説では見ていきましょう。巡回符号がの符号長が N で、次元が K である巡回符号を考えましょう。で、生成多項式が GX で与えられてるとします。で、GX の生成多項式の次数っていうのは前に勉強したことから N-K であることが分かっています。それで、でモニックであるはずなので、最大次数の係数は1で、他の係数をこのように名付けました。そして、次に、符号後、GX に、GX に多項式をかけると、また別かどうかは、別かどうかは限らないんだけど、他の符号後になります。なので、最もシンプルな多項式であるモニックな単項式をかけて、今何をしたいと思っているのかというと、生成多項式を作り、あ、生成行列を作りたいと思ってます。生成行列を作るには、符号空間の K 個の独立なベクトルを用意したいと思っているので、符号を K 個を用意するっていうところから始めていきたいと思います。そして、符号生成多項式 GX を用いて、 K 個の符号を次のように用意します。GX そのものも符号保有なので第1候補で、2番目は GX に単項式 X をかけたもの、3番目は GX に X の事象をかけたもの、で、トットットで、K 番目は X の K マイナス1をかけたものという K 個の符号を考えます。そうすると、この K 個の多項式、符号多項式を考えたんですけど、これらに対応するベクトル表現を考えてあげると、次のようなものになります。GX は長さが N ある符号のうち、最初の N-K 個だけが非ゼロかもしれないもので、残りがゼロになっているというものになっています。かもしれないっていうのは、ゼロとは限らないっていう意味で、不明であるっていう意味じゃないので、気をつけましょう。それで、それで、X×GX っていうのは、これを右に巡回シフトしたものなので、巡回は、0なので、ここに来るだけですけれど、このような1個右にずれた形になります。これでトットットして、K-1 乗は、最後に残り1個の0が残ると。それで、K-1 乗すると、最初の K 個かな、最初の K 個が0で、残りのところに GX の係数が現れるという、こういう、なんかひし餅みたいな形になっているという形になります。で、これらは、一番右にある非ゼロ成分 G の N-K の位置が全て異なっているっていう階段状になっていて、なおかつ G0 っていうのは0、G0 っていうのは0で、
ある。だから最小次数は0という意味です。最小次数は0でないという意味です。っていうことが成り立つので、ここは全部非0成分が並んでいるというものになります。で、その証明は演習で行うので、頑張ってください。なので、これらの経本のベクトルは線形独立になります。そしてなので、ベクトルのをまたベクトルの数は C の次元に等しい、すなわち、経個の線形独立なベクトルを用意できたので、これらは規定になっているということがわかります。したがってで、これらのベクトルを縦に並べた行ベクトルとして経段積んだやつ、っていう行列を考えたものが生成行列になるので、この K×N の行列が巡回符号 C の生成行列になるということがわかります。このように、生成行列から、生成多項式の係数から生成多項式は、簡単に導くことができるんですけれど、そもそも生成多項式を用いて簡単に符号空間を作りましょうっていうのが生成、巡回符号の旨味だったので、巡回符号の、生成行列を用に表現しようというのは、工学的にはそんなに意味がないんですけど、何かこの授業でその巡回符号のさらなる性質を導くときに、使用したりするのに便利です。で、次に、パリティ検査行列っていうのを線形符号のところで勉強しました。それは、符号庫ならば、かけると0になる、符号号ベクトルとかけると0になる、行列でした。で、その符号号になってるかどうかを判定してくれる行列になっていました。で、それに対応する、概念を巡回符号に対しても定義していきます。生成行列に対応するものとして、僕たちは巡回符号に対して生成多項式っていうのをが存在するっていうのを勉強しました。で、パリティ検査行列に対応する概念としては、パリティ検査多項式っていうのがあります。で、その性質、定義と性質をこれから見ていきましょう。符号長ガイヌの巡回符号 C の生成多項式に対して、次の HX っていう多項式をこの巡回符号 C のパリティ検査多項式と言って定義します。それはどうやって定義するのかというと、X の N 乗マイナス1を GX で割った結果の多項式を HX というとですね、GX は生成多項式は X の N 乗マイナス1を割り切るっていう性質があるので、この多項式この割り算は必ず余りが0になって、小を求めることができます。そうですね。今言った通り、31.4 で割り切れることは示しています。で、これ、この項目はただの定義ですね。で、このパリティ検査多項式っていうのは、パリティ検査行列と同じような性質を持っているんですけれど、それを次の命題で見ていきましょう。符号長が N の巡回符号 C のパリティ検査多項式を HX とします。そうすると以下が成り立ちますよということですね。パリティ検査多項式の次数は K で、K っていうのは、この巡回符号の次数ですね。ちょっと用に書いてなかったですけど、次数じゃなくて次元ですね。すいません。巡回符号 C の次元を K と書いてます。それで、次数が K で、それで最大の次数 HK の係数、K 次の係数 HK は1になるというのが、この1番目の主張です。
で、2番目は、任意の符号後 CX を持ってくると、その CX、多項式 CX に、このパリティ検査多項式をかけてあげて、すると、x の n 乗マイナス1で割り切れるというものです。なので、このパリティ検査行列は、パリティ検査行列は、線形符号に対して、その符号後ベクトルとかけると0になりましたけど、それに対応する性質として、これ、ですね、多項式をかけてあげる、符号後に、パリティ検査多項式をかけてあげると、多項式としてかけてあげると、x の n 乗マイナス1で割り切れるよ、という性質が成り立ちます。それで、3番目は、この、もう、巡回符号 C が与えられたときに、そのパリティ検査行列というのを次で与えることができます。まあ、パリティ検査行列は、生成行列と同じように任、その形に任意性があるんですけれど、その一つを、このシンプルな形で用に与えることができるというものです。はい、で、証明を見ていってみましょう。で、で、一番目は、パリティ検査方程式、パリティ検査多項式というのは、x の n 乗マイナス1を gx、生成多項式で割ったものだったので、n 字のものを n-k 字で割って、たら次数は k になるし、最大次数が1同士のもので割ってるので最大次数は1になるっていうことは明らかということがわかります。で、2番目はこの符号ごとパリティ検査行パリティ検査多項式をかけると x の n 乗マイナス1で割り切れるよという性質でしたけど、それは次のように証明できます。符号ごと生成多項式 gx との関係っていうのは、ある情報多項式 UX を用いてこのように書けるというものでした。で、この関係を H で書き H を用いて書き直してあげるというか、この C と H の積を考えてあげると、この H っていうのは、C を書き直すとか、C をこの U と G で書いてあげたのがこの統合ですね。それで次にこの H と G を書けると、H っていうのは X の n 乗マイナス1を G で割ったものなので、この等式が成り立ちます。ということで、C と H を書けると、X の n 乗マイナス1の倍多項式になっているので、もちろん左辺を X の n 乗マイナス1で割ると割り切れるということがわかります。で、次に、パリティ検査行列の構成ですね。で、32.5 式、これですね。これの右辺を考えてあげて展開したのが、この式です。u の u×x の n 乗 ux。で、これ2つの多項式があるんですけど、この多項式っていうのは、こっちが高次の多項式になっていて、こっちは定次の多項式になっていて、ちょっとギャップがあるんですね。こっちは a の ng 以上の多項式になってますけど、C は k 字未満の多項式になっているので、k と n の間にちょっとギャップがあるっていて、そこの係数が0になっているという性質が成り立っているんです。ここでやりたいのは、パリティ検査行列を構成したいんですけど、パリティ検査行列っていうのは、どういう性質を、どういうふうに定義されるのかというと、この、符号ごとかけると0になるというランクが n-k の行列なので、n-k 個の
線形、制約を持ってくれば、それが線形独立ならば線形そのままパリティ検査行列を与えることになります。で今だからこのヒントになるその係数がそのギャップがあって、この NK 字から N 字までのところにギャップがあって、その係数が0になるよというのを線形制約として書き下してあげるっていうのをこれからやっていきます。で今言ったように第1項は N 字以上の多項式になっていて、第2項は K 字未満の多項式になっています。なので K 字以上 N 字未満の係数は0になっています。これを、係数を書き下してあげて、考えてあげると、係数っていうのはこの左辺ね、左辺の掛け算をして、その、まあ、この結果も多項式になるので、その係数が0になるっていうのを書き下してあげるということを考えてみます。でこの CX×HX は、多項式を展開してあげると、次のように係数を書き下すことができます。 J 字の係数はこのような形で書けます。まあこれは展開してあげるとできるので確かめてみてください。でこの J 字の係数、 J っていうのは K 字以上 N 字未満の係数は0になるっていう制約が成り立つので、それを書き下してあげると、この J が K から N-1 までで、この C に関する制約を得ることができます。 H を用いて書くことができます。 C っていうのは符号語の代愛要素ですね。でこれっていうのは線形制約に、 C に関する線形制約になっているので、これを行列かけるベクトルの形で書いてあげると、この上、この定義の主張で書かれていた行列 H かける C っていうのが、この式、この、N-K、 この式に対応する行列になります。そして N-K 個の線形制約が得られたので、あとはそれが線形独立であるかどうかっていうのを見ればいいんですけど、生成、行列のところで見たように、対角成分に並んでいる HK っていうのは、この定義の一番目の性質から1であるっていうことがわかるので、ランクも全部N-K 本のベクトルは線形独立で、H のランクは N-K になります。なので、この与えられた H は C のパリティ検査行列になるということが分かりました。で例を見ていってみましょう。これは、ここら辺でずっと使ってきた例をもう一回、こすっていきます。で、符号長が3で、次元が2の巡回符号っていうのをずっと使ってきましたけれど、これを、16個の符号語をリストをすると次のようなものになりました。でこのうち次数が最小でモニックな符号語っていうのは、すぐに見つけられないけど、この011100が並んだ符号語になるっていうのは前もやりましたよね。で、なので、この GX で X の N 乗マイナス1を割ってあげたものっていうのが HX を与えます。それを、で、これを割ってあげると確かにこれは割り切れて、この形に、の実、係数になると。いうことが分かって、確かに次数も次元と一致する2次のものになっているということが分かります。